上甲大動脈及び大動脈球とその枝上抗大動脈の基部からは左右の冠状動脈が出て心臓を養う大動脈球からは胸郭上鉱を出て上肢と頭頸部へ向かう太い血管すなわち腕頭動脈左総頸動脈左鎖骨下動脈が順番に出る大動脈球の第一子である腕頭動脈からは 右鎖骨下動脈と右頸動動脈脈が分子する鎖骨下動脈は上肢の動脈に移行するほか頭頸部や胸壁を養う動脈椎骨動脈や内胸動脈などを直接出す。総頸動脈は甲状軟骨の高さまで枝を出さずに上行した後に内頸動脈と外頸動脈に分かれる。